皆さん、こんにちは。今回はですね、先日行われましたサッカー日本代表対コートジボワール代表ですね。これの仮想シミュレーションをね、久しぶりにやっていきたいと思います。で、まずね、コートジボワールのプレイングサッカーにおけるフォーメーションを確認しますが、はい、これ前世代のね、フォーメーションですね。ドログバがまだ代表に選ばれていた、まあ、2014年ワールドカップに近いですけど、ジェルビーヌとかね、当時の選手いますね。で、この時代のね、コートジボワールが非常に強くて、このヤヤトゥーレとコロトゥルのね、兄弟コンビがね、ここが非常に手堅いところ。特にヤヤトゥーレなんてね、もうこのプレイングサッカーに入ってる選手の中でね、ある意味最強のキャラクターと、この、攻撃能力とね、守備能力が伴ってる選手っていうのは、ね、本当にこの人かポール・ポグバぐらいしかいないですからね。はい、ゲーム中ナンバーワンのね、ステータスを誇ってますね。フォーメーションは、4-3-3 ですね。ドログバ、ジェルビーニョ、サモハンカル、ヤヤトゥレトップ下、ティオテ、ディエ、セルジオリアなんかもね、まだいますよね。で、コロトゥーレ、バイリー、ボカと、キーパーも、バリーですか。はい、こういうね、フォーメーションになってます。で、攻略のポイントですけど、やっぱり組織守備にね、ちょっとそこまでなところがあるので、そんなにね、苦戦することはないと思うんですよね。で、この辺なんですけど、ボカもね、オーリエも、まあ、割と攻撃重視の選手なので、はい、サイドバックにも隙がありますね。ただ一方で注意しなきゃいけないのはこの選手ですね。ヘアトレが本当に攻守にわたってね、積極的な、攻撃をね、繰り出してくると。で、ジェルビーニョが、非常にスピードがある選手、ドログバも得点力に優れてね、はい、この前線のところは非常に強力だと思います。守ってはゴロトゥールですね。この辺がちょっと厄介な相手ですね。で、日本代表フォーメーションですね。森保監督のね、3センターバックが非常によく、3センターバックというかチームコンセプトがね、非常によく機能して、枠内シュートをね、カメルーン、コートジボワールともに一本に抑えるというね、はい、完封勝利に近い形で、ゲームをコントロールしましたね。で、これ、最初の決まりは4-3-3ですかね。中島とか堂安とかね、いるんで、中島招集、長友もね、招集外ですからね、まあ、この辺をちょっと変えていきたいと思います。で、フォーバック、伊東純也と、はい、まあね、このゲームでも再三にわたってね、一回特集しましたけど、スピードが非常にあって、でプレッシングももうちょっと高くてもいいですかね。攻守にわたって非常にね、スプリントの回数が多いっていう、はい、もうちょっとステータス高くてもいいですね。で、鈴木武蔵と南野は、交代要員でしたね。大迫も交代と。で、久保建英が、はい、ちょっと入れていきます。で、原口も交代でしたね。で、あとなんだっけ、あ、ムレは使ったのか。センターバックは吉田富安。でですね、長年の課題なん、長年というか現在のね、日本代表の、まあ、未解決問題といいます。長友佑都の後継者ですね。これがね、まだいないので、今回長友使っていきますね。はい。まあね、この前世紀長友のステータスね、非常に強力で、実際に使うとね、活躍してしまうんですけど、まあしょうがないですね。はい。長友佑都、代わりがいないので、まあ佐々木なんかね、候補だと思うんですけど、で、前回採用した4-2-3-1と、で、ここにね、南野に代わって鎌田大地がトップ下に入ると。で、久保建英もね、新しいタスクを、設定されて、左でね、クラブチームでも左を、任せるようなこと、エメリ監督言ってますけどね、左でもプレーできるようになってほしいっていうのが、あるみたいですね。はい、で、4-2-3-1と、ワントップが鈴木武蔵で、このゲームやる上で、ゼロバックを採用していきますね。なので、はい、この形ですね。まあ、全部前に上げるとしたら、こんな感じになりますね。でね、ちょっとこれ左のバランス変えますね。長友佑都攻撃参加で、久保建英カットイン型にするんで、はい、ちょっと、長友のためにスペース開けてね、久保、本来ね、もうここかここですからね、ちょっと左足でプレイしてカットインのね、自由が与えられると能力が発揮できる選手で、左だとね、ちょっと難しいですよね、カットインできないんでね。なので、ちょっと内気味に使って、はい、これが非常にバランスがいいと思います。でね、このフォーメーションの最大のポイントはここですね。右のダブルと伊藤とムレはね、これ、ムレはウィングバックでスタミナあって、スプリント仕掛ける回数多くてね、伊藤も同じタイプなんで、はい、右がこれストロングポイントになると思います。左はバランスですね。ちょっとこれで見ていきたいと思います。
まあね、いろいろフォーメーション変わる余地あるんだけど。いや、ここ、いや、強い。ヤートル強すぎますね、やっぱり。ただ、もうこの辺はね、パス自由に回させてくれるんで、これを室屋が裏取りましたね。で、今、長友がカットインしてると、カットインというか、中に詰めてる感じですか。武蔵を使う。いや、いいシュート。これね、今、長友が中に入りましたけど、実際は長友、もうね、年齢的にもかなり厳しい状況ですからね。ただね、現状のままでいくと、本当に、長友をね、使わなきゃいけないっていうね、難しいですね。はい、2列目狙いますけど、これはカットされますね。ここ使います。ムルや伊藤と、鎌田を狙った折り返し、冨安シュート1点ですね。はい、冨安のね、この積極的な、ビルドアップというかね、ボールは保持して、前運ぶ動きっていうのがかなりコートジボワールにとったら嫌な感じだと思いますね。伊藤、あっと、ヤートゥレ。ヤートゥレだけ本当にね、注意させないと。課題は本当にヤートゥレにね、本気を出させないっていうのが一つあると思いますね。はい、これムルヤも使っていきます。いやー、ヤートゥレ、中入ってるね。はい、吉田の強烈なシュート。まあ実際はね、吉田が2列目から入ってくる形は少ないと思いますけどね。このゲームでは積極的に入ってもらってますけど。鎌田ヘディング、いいですね、狙いはね。いやー、長友のシュート。ちょっとね、長友やっぱりサイドバックなんで、シュートに絡むところね、ステータス低く設定されてるんで、そこだけですね。はい、ここもムレアが上がってきます。はい、いいですね。まあ悪くないですね。クロスまで上がってるんで、長友と、最後は鈴木武蔵。これもね、長友の折り返しから攻撃が展開しました。2-0 ですね。まあ全体として悪くないですね。とにかくね、ヤヤトゥレだけ注意して あとはね、割とボール持たせてくれるんで、パスの展開があるんですね。それはやりやすいですね。こういうところも、ムルヤ使っちゃって、いや、長いか。ちょっとパス長すぎましたね。冨安のシュート。ちょっとこれね、中が難しいんだよな。入った。はい、久保の強烈なミドルシュートですね。これは久保がプレスします。でね、この鈴木武蔵のプレッシングっていうのもね、こっちの大きな武器なんで。いやー、行かれちゃうね、やっぱりこの辺。エアトゥーレ。ちょっとね、普段コートジボワールと相手するときよりは、エアトゥーレを相手にしすぎな感じがして、ダメですね、これ。いやー、怖いね。これは大丈夫。エアディエにカットされる。柴崎が追いかけます。吉田からもう縦入れてサイル使う。ここ前空いてんな、頼む。はい、ウォレアの冷静なボールキープ。ファークロス、また長友狙いけど、ヤヤトゥレと被ると。もうね、右を明らかにこっちのストロングポイントにしてね、伊藤とムレアで崩してます。まあ実際の形と同じです。ちょっと今ムレアにスプリントがまあ仕掛けすぎてますね。はい、伊藤のね、もう流れるようなボールタッチから前線に飛び出して、シュートと。で、これコロトゥーレが右のサイドバックなんで、やっぱりね、右のセンターバックなんで、やっぱり伊藤のサイドっていうのはね、隙がありますよね。今も伊藤がセンターバックとサイドバックの間のスペースついていきましたけど。いやいや、トゥーレ。はい、吉田がなんとか。うわぁ、サマンカルート。はい、これも長い頃蹴っちゃいますね。ムルヤ、伊藤純也。はい、もう縦行って、ちょっと切り込んで、鈴木武蔵ね、ちょっとね、この折り返しが余ってないかな。はい、4-0 ですね。何試合か。でですね、どうしたんだっけな。南野が入って、
て、まあ、4バックはもうやめちゃったのかな。原口が、まあ、原口後半か。で、あと誰だっけ。あと、堂安入れたのか。堂安どこだ。まあね、堂安入れるとね、また、様相がね、ガラッと変わっちゃう。伊藤に変わって堂安ですね。で、これね、伊藤と堂安全然タイプが違うんで、縦行く伊藤と縦行かない堂安ですね。で、カットイン主体の。ここ変わると本当にね、様子が変わっちゃうんですけど。あれ、ここ、あ、そうか。南の堂安。はい。あ、そうか。鎌田は変えなかったのかな。どうしようかな。まあ、いいか。はい。ちょっとここ変えてみます。で、相変わらず4バックですね。さあ、これね、右がどうなるかなんで、あんまりやったことないからな。あんまりね、この形はやらないですね。右の堂安がね、縦がないので。あ、でもパスで繋げば大丈夫か。これ、武蔵狙ってみるか。はい。でね、ちょっとやっぱりね、鈴木武蔵のスプリントですね、アジア相手には通用しますけど、身体能力の高さね。やっぱりね、アフリカの選手、チームを相手にすると、まあ、波になってしまうというか、いや、これはもうルシド、いや。なかなかね、アフリカのセンターバックに対して、勝つっていうのは難しいですよね。長友、南野弘樹、コロトゥーレ。うん、ちょっと、コートジボワールの強いところが出てますね。さあ、運んで、いやー、いいシュートだけどね、南野匠。はい、南野に求められるのあと、ゴールですかね。ここ、堂安律が切り込んで、シュート打っていきます。キーパー正面ですね。はい、南野折り返し。ちょっとね、この折り返しがずっと長友狙ってるんですけど、長友ヘディングないんでね。グランダで狙った。はい、これも冷静に、いや、入んない。ちょっと待って。えい。そうですね。今みたいなね、鈴木武蔵狙っていく方が分かりやすいでしょ。はい。鈴木落としの南野拓実シュートと。このね、落としと落とされの関係におけるね、南野のフットワークの軽さっていうのが、大きな武器ですね。あ、ここはスペースが空いてる。さあ、長友。長友本当に強いですね、これ。いや、ヘディングと。今もね、長友の、ドリブル突破から始まった攻撃ですけど。はい、ムレア使いますね。ムレアの関与が非常に良くてね。吉田のシュート。さあ、ドログバ。はい、堂安、縦いく。いや、吉田のシュート。やはりね、ブロックに入っちゃいますね。はい、1-0 ですね。で、原口に変えてね、あ、鈴木に変えて原口入れて、やっぱりね、ちょっと鈴木のこの身体能力の高さがね、なかなかコートジボワールのセンターバックに通用しないということで、南野をセンターフォワードですね。はい。これね、またバランスがだいぶ変わるんですけど、で、まあ、長友佑都がね、ずっと出続けることになるんですけど、まあ、ちょっと見てみますか。またね、原口が久保に代わって入るっていうのは、だいぶね、感じが変わるんですよね、こういうところとか。はい。やっぱり狭いスペースで活躍する、久保建英と。で、守備との貢献。いやー、で、トゥーレ強い。どうしても存在を忘れちゃう。はい、ムロや伊藤純也、あ、ドアニズですね。ドアのミドルシュートはやっぱりちょっと読まれてます。うん。はい、ファー狙いますけど、これもヤヤトゥレが入ってると。いやー、ヤトゥレ。ヤヤトゥレさえね、いなければかなり崩せてると思うんですけどね。はい。長友、原口に渡すつもりが渡らず。原口のミドルシュート、いいですね、今のね。原口、ハイプレスをね、常に持っているんで、今みたいな形で、前線からね、ボール奪うことができますね。早口の長所の一つですね。やっぱりね、久保建英まだね、守備的なタスクの遂行度が低いところがあってね。長友のシュート。いや、長友が積極的ですね。はい、まあね、なかなか、長友ほどの選手っていうのね、出てこないと思うんで、難しいですけどね。はい、どうありつと。
折り返し、コロトルが弾く。はい。ドログバ、まあ、おっと、怖いね、これ。いや、ちょっと、危ない。ただね、危ないようですけど、今のところ、スプリントで吉田ドア、冨安がね、ちぎられるシーンがないので、これバックパス。そこはね、評価のポイントですね。室谷同率。吉田のミドルシュートと、強烈に蹴り込みました。原口が追いかけます。バイリー、吉田、原口、長友佑都、クロス、いや、長友使ってファークロス。ちょっとこれ無理かな。南野もね、やっぱりヘディングで競り勝つタイプではないですから。3-0 ですね。ただね、内容的にはかなりジェルビーニをね、抑え込めてるので。おっと、間違えた。ついいつもの癖で。フォーメーション戻っちゃいましたね。どうしようかな。また別の形試す。ダブルシャドウみたいなのもね、あると思うんですけど。南のワントップ。鈴木か。鈴木にして。まあ、この辺が自然なね、組み方だと思うんですけど、左原口入れて、伊藤使っていくか。吉田、冨安、原口、伊藤と、で、遠藤、渡る、柴崎、で、トップ下、鎌田。で、今度ね、鈴木と、で、久保と南野がね、ダブルシャドウですね。これは非常に理にかなった形ですね。現状でね、大迫勇也入ってないですけど、やっぱり大迫のね、ポストプレー能力っていうのは非常に、あと、他のね、守備関与の高さとかね、やっぱり日本代表には欠かせない選手なので。鎌田のヘディング。無理かな、こういうボール。いや。コルテルがカットする。柴崎、エンドの働きが非常にいいですね、これ。ちょっとボール取り合いになっちゃいましたけど、伊藤純也。前破ると。ミドルシュートは、キーパーがセーブ。伊藤はね、やっぱり単独でも、ムルヤのオーバーラップなくてもね、一人で仕掛けて、3センターになってね、ウィングバックサイドのレーン一人で仕掛けますから、それができるところが大きいですね。ただ、後ろにムルヤがいた方が、攻撃に集中できるので、うわー、すごいシュート。いや、トゥレのヘディング、危ない。これはもうカウンターで1点でしょ。さあ、どうなる？ループシュートで1点と。まあ、今みたいな形、なかなかね、出ないと思いますけど、南野もね、まあ、スプリント多少あるので、いやー、ここがすごいな、やっぱり。完璧ですね。鈴木の落としに、ダブルシャドウの一角、南野の、裏抜けと。ワントップ、ダブルシャドウの関係性が非常によくできてますね、今の。これもね、鈴木のシュート。今のもね、裏抜けですね。やっぱりね、真ん中に3人の攻撃的な選手がね、固まってるっていうのは非常に大きいですね。プレスもね、非常に強く、ハイプレスもかかるんで。原口折り返し、鈴木。いや、急によくなったな。やっぱりフォーメーション上のあれが大きいんですかね、これ。南野が行きます。おっと。いいですね、4-0 ですね。やっぱりね、この形になると、ここにね、プレッシングがかなり要求されて、あと、ボール保持はね、そこまでではないので、まあ、大迫ゆえ以外でもね、できるっていうスプリントがある選手ね、使った方が、例えば長いとかね、こういうのもできるっていうのが大きな特徴ですね。あとどうしようかな。右の伊藤はあんまり、ただね、そうですね、伊藤もね、後半足が落ちてくる傾向はあるようなので、なかなかそれもやりづらいかな。ここもいろいろ考えられますね。大迫にここ任せてもいいぐらいなんですけど。久保が行きます。サマハンカル。
ジェルビーニョ、いや柴崎、富安、やばい、いやドログバ、これ1点ですね。はい、やっぱりね、ジェルビーニョがサイド破って真ん中にドログバが構えてる形になんかなるとね、かなり厳しいですよね。どうしようか、あと中島っていう手もあるのかな。あと、まあ乾とか阿部寛樹もいますよね。はい、乾もね、非常に能力が高いので使っていく余地十分ありますね。いや、どれ、ちょっと真ん中にやりすぎだな。伊藤、前出して折り返し、長い、うん、コルトゥレの強靭なディフェンス、ロングボール、鎌田、長い狙いましたけど、これはちょっと追いつかないですね。はい、ジェルビーヌにつながりますね。さあ、ここ伊藤純也サイドのレーンでね、一人ですね。さあ、ファーが空いたけど、うん、なかなか決めきれない、怖い。はい、柴崎、伊藤純也、ここに一人サポート、久保建英、クロス、コロトゥレ、ちょっとやっぱりね、コロトゥレの力大きいかな。クロスに対してね、徹底的に守られてしまうので。さあ、これはなんだ、いや、クリアか、まずいか。はい、危ない、長いボールで逃げます。僕がボール奪いましたね。さあ、ここもね、はい、伊藤使いますね。いや、ここやっぱり大きいですね、伊藤が仕掛けられるのね。ニア狙って久保のシュート。はい、まあただやっぱりね、クロスがなかなか決まんないっていうのがね、うん、ヘディングね、まあ鈴木の方がいいんでしょうけど、伊藤の、あ、乾のシュート、そうだな、あんまりでもこの力必要としないですね。これサイドのレーンが非常に重要になってくるぐらいで。はい、鎌田のシュート、久保建英、長いボール蹴って、長いがヘディングで決めきれないと、 4-1 ですね。もうこれぐらいにしとくか。もう1試合できんのかな。あとなんだろうね、まあ板倉なんかも使う余地ありますが、遠藤航がね、非常に調子がいいので、ここね、酒井宏樹のオプションもありますね。大迫入れてみる、乾と、中島翔也入って、阿部寛樹も入る余地ありますかね、これ。はい、ただね、やっぱり今ワントップダブルシャドウのね、形組んでますけど、3センターバック気味にね、サイドのレーンでムルヤと伊藤がダブルで仕掛けたね、フォーメーションっていうのがかなり魅力的だったので、それをやり続ける余地はあるかな。阿部のシュートは枠を上にそれますね。阿部寛樹はなかなか守備タスクのね、遂行度という面で課題がありますよね。はい、ジェルビーニョ、冨安、いやー、ここ、いやー、ここきついね、やっぱり。いやー、ダメですね。はい、今のもね、一番怖い形。はい、これは酒井宏樹。さあ、スプリントいきますね。ここでね、切ったところで、狙い目中島、サマンカル。いや、ここ空いてるかな。中島翔也と。はい、阿部、コロトゥレがカット。攻撃陣がね、硬直した時に打開するのが中島っていうのはね、やっぱり頼れる選手ですね。うん。はい、まあ守備的には非常に効いてるかな。今ね、イアトゥーレにかなりやられてますけど、もうね、代表にはいないですからね、コルトゥーレも。ドログバもいないんでね、ジェルビーにもかなり足が落ちてるようなんで。なので、このコートジバル黄金時代のほどの脅威はないかなっていう感じがしますね。大阪のシュート、冷静ですね。うん、サマンカル、はい、最後は鎌田。乾がハイブレス、そうですね、これ、あ、ドログバに繋がれるのか。はい、奪っ
て、酒井宏樹、乾隆、折り返して大迫キープからシュート、冷静ですね。今の大迫のキープの力っていうのはね、ちょっと阿部のシュートがなかなか、パークロス、ああ悪くない、手間空いてますかこれ。ファーが来ましたね。はい、中島が決めて1点と。いいですね。阿部寛樹が、まあコートジボワールもね、横からの攻撃にあんまり強くないみたいなんで 3-0 ですね。どうしようかね。また伊藤、このね、伊藤守屋の形がかなり魅力的だったので、バランスとしてはありですかね。守屋と、はい、まあね、ムルヤのところ、酒井宏樹でもいいと思うんですけど、まあターンオーバーの関係でね、ムルヤでもいいっていうのは、あれですね、かなり、勝ちやすいですよね、リーグ戦なんか、リーグ戦っていうか、連戦の形はね。いや、全然決まんないね、これ。ちょっとね、今のところ、クロスが、サイドのクロスからの攻撃でほとんどヘディングに成功してないんで、はい、枠内シュートすら飛ばないですね。ゴールどころか。これニア狙った方がいいのかな。いや、ダメだ、入らない。はい、冨安、サマンカルに対して、はい、遠藤がしつこいディフェンスと。いや、ここやっぱり効くな、ムレアが。はい、ムレア使って、あ、これは決まり。いや、今のもね、うまくね、抜け出したんですけどね。うん、キーパー。エアトゥーレ。さあ、これはどうなんだ？中島翔也。最後は大迫勇也と。はい。悪くない形ですけど。これ、鈴木入れるか、やっぱり。ヘディングでのね、得点が欲しいですよね。こうなると。はい。ここに伊藤がいますね。ニアクロス、ああ、ヘディング。やっぱりね、武蔵だとヘディングにも、競り勝つシーンが出てくるので。いやー、怖いね、これも。ジェルビーニョ、冨安。やっぱりね、ジェルビーニョ来ての攻撃されると、こういう風にね、崩されちゃいますよね。はい。シュートなら大丈夫。はい、ムレア使って、一回戻しますか。縦入れて、伊藤純也、ムレア製。に折り返し、いやー、シュートまで切った。まあやっとね、綺麗な形が出てきましたね。おっと、これは、あー、冨安のシュート、終わっちゃった。はい、というわけで、まあね、これぐらいにして、全体としてはね、まあやっぱりここのポイントが強かったですかね。コートジボワール左のサイドバックボカですけど、まあここジェルビーニョがあまり守備的な関与少ないので、ダブルでオーバーラップ仕掛けるとかなり押し込めると。左はね、ちょっとオーリエが怖いところあるんで、まあ守備的に入りたいですね。ってなると、まあやっぱり左のサイドバックっていうのがね、まあしっかりと守れる選手がいいと思いますね。佐々木もあるかな。はい、対してまあコートジボワール、まあちょっとね、フォーメーションがあれですけど、やっぱりここが怖いですけど、そんなにね、組織守備はあれなので、全体としてね、まあ攻守両面で、バランスを取りながらね、相手を、まあ、特にディフェンス面ですね、プレッシング強く当たれば、ビルドアップね、そこまで力があるわけではないですからね。はい、今回みたいにシュート、枠内シュートをね、低めに抑えることができると。はい、ただ怖いのはやっぱりね、アフリカ特有の、身体能力、個の力で、突破されてしまうことですけどね。日本代表、守備陣がね、非常に吉田、冨安、で酒井宏樹も含めてね、安定してるので、はい、ここがね、ディフェンスラインでね、まあ冷静に対処できるようになったっていうのが、はい、非常に大きなところだと思いますね。というわけで、今回サッカーコートジボワール代表相手に、仮想シミュレーションでした。また次回、ショフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。